いつもご視聴ありがとうございます。ノースキャンプラボです。今日はキャンピングトレーラーの快適化をご紹介します。こんな素敵なですね、キッチンなんですけど、ちょっとさすがに、ここのシンクとこのコンロではちょっとね、作業スペースがないもんですから、どうしても、手詰めになります。なのでここにですね、こんな風に、テーブルを作りました。こちらの、サイドテーブルなんですけども、柄がすごくですね、純正と合ってるんです。こっちが純正ですよね。純正の柄、木目ですね。で、これが私が作ったやつですね。はい、ホワイトウォールナットの柄で作りました。これですね、はい。こうやってパッと見ると、テーブルがあるのがわからないぐらいの、クオリティで、そして、純正と同じ、木目なので全く違和感がありません。それでは展開してみます。これは簡単で、この下を持ってパチンとするだけです、はい、とこんな感じにですね、これかな、はい、こんな感じのテーブルが一瞬にして出来上がります。そして、どのようにつけてるかっていうと、跳ね上げ式のブランケットを2つ使ってます。1つで150キロまでの耐荷重があるらしいんですけども、どうしてもこの、こっちの壁っていうんですか、キッチンの方の壁が弱いんで、150はまあまあ乗ったら無理ですよね。まあそこそこの荷物は置けるんではないかなと思ってます。次にですね、やったのは、この板をですね、楽天の DIY 木材センターというところで購入したんですけども、その時に購入した時にこのサイズを測って四角い板を頼むんですけども、ここの見てください、これ R、 ここだけ丸くしました。ここは角を立ってます。こっちも角立ってます。ここも角立ってます。一面だけ R 加工をしました。なぜかというと、ここに座ってる人がこう出入りするときに、ここにとんがってると当たって痛いんで丸くしました。この DIY 木材センターから購入した、ウォールナットの板なんですけども、見てわかる通りにこの柄がですね、純正と大体同じような感じで目立たないんですよね。パッと見これ純正ですかって言われるぐらいの、クオリティになってます。厚さは20ミリ、2センチですね。そして、全周4面小口、加工してもらってます。小口というものは、この2センチの厚みのところに、同じこのシートを貼ってもらって、この横をですね、かっこよくしてます。本来だったらね、木の、切った面が出ちゃうんですけど、小口テープっていうのを貼ってもらうと、この表面と同じ柄がつくことになります。はい、収納方法なんですけども、ブランケットにあるロックレバーを押して、倒すだけで、収納できます。はい、我が家の、サイドテーブルの使い方なんですけども、調理するときにはもちろんここで、例えば食材を置いたりとかね、切ったりとか、ちょっと一時置きですね、なんかを使います。そして、食事が終わった後はこんな感じですね、バーカウンターとして使っています。結局、トイレがですね、トレーラーの中にありますんで、もうこの扉を使ってですね、外に出ることはないんですよね。宴のときは。はい。なので、もうこの扉をクローズしてもいいように、もう、いい状態になって、こんな風にお酒並べてですね、もう好きなお酒を心ゆくまで楽しむという形をとっています。次はトイレの快適化です。トイレにですね、こんなものをつけてみました。よく見るあれです。いきます。この川の流れ、せせらぎですね。せせらぎ音が出るものをつけました。ここにですね、これはセンサーでオンオフです。こっちはボリュームです。押すと小さくなります。もう一回押すと大きくなります。
まあ、これがあるかないかでは随分ですね、ちょっと快適化が違いますね。というのも、私のトレーラーはこういった感じで、ダイニング、トイレ、寝室で、トイレが真ん中にあるもんですから、どうしてもね、音がちょっと気になりますね。それなんで少しでも、気持ちよくできるようにこんな感じにしております。では一度、これを鳴らして扉の外でどんな感じで、聞こえてるのか、試したいと思います。今鳴ってますよね。はい、外出ます。まあこんな感じでせせらぎが外にも聞こえるようになってますね。これはボリュームが大ですね。一番大きいタイプになります。ちなみにこれが小の方ですね。あんまり変わんないかもしれないですね。はい、次の快適化は、ベッドルーム、ベッドルームの枕元にですね、こんな風なドリンクホルダーをつけました。これはあの両面テープで、貼っているだけになります。このドリンクホルダーのいいところは、こういったのタンブラー、ハイボールタンブラーなんかはスポンと入るんですけど、ちょっと太めのやつ、こういったコーヒーカップのちょっとマグですね、なんか広いやつだと入らないんですよ。だけどここにですね、拡張パーツがありまして、これを回転すると径が広くなって入るんです。しかもこういった耳がある、耳じゃないか取っ手があるものが入りやすいように、ここにスリットが、切り込みが入ってるんで、合わせるとここポンと入るんで動かないですね。とってもいい構造になってます。缶ビールも簡単にポコッと入ります。もうこれで動かないですね。大丈夫です。なぜベッドルームの枕元にドリンクホルダーを設置したかというと、妻も私もお酒大好きなんで、もう寝酒するんですよね。その時にこのドリンクホルダーがない状態だと、こういうふうに置いてあって、どちらかがバンつってゴロゴロドーンドーンみたいな感じになったらですね、この辺もびちゃびちゃですよ。はい、その時のダメージは半端ないと思いますし、あとは例えば、あとこんなコーヒーとかですね、ああいうのもバシャッとやったら、もうこの隙間全部ダメですよね。なので事故がないようにするためにドリンクホルダーを枕元に設置しました。このことによって寝酒がめちゃくちゃ快適になります。はい、次の快適化なんですけども、これになります。わかる人にはわかる。そうです、水平器ですね。はい、私が使ってるこの水平器なんですけども、こんな感じで3つ、水平を取ることができます。あと国産のですね、田島というメーカーなんですけども、やっぱり国産の方が全然いいですね。あの精度が高いです。というのも、昔ダイソーで2つ買ったんですけど、全然なんかこの泡のところがですね、1つはこっち、もう1つは別な方向に、なんかよくね、あさっての方向を向くんですよ。なんでちょっとこれ信用できないなと思ってこっちにしました。あとその前はこれを使ってたんですよね、この丸いやつで。これもこのね、バブルっていうんですか、泡がですね、ちょっと微妙すぎるんで、ちょっとよくわからなくてですね、結局これも使いづらくてやめちゃいました。今はこれ一択ですね。次の快適化なんですけども、ここにマグネットプレートっていうんですか、2つ置いてあります。で、左右が逆側もこことここについています。ここですね。これなんでしょう。このプレートにこういったものをパチンとパチンとこっちもですね、パチンとして、ね、
ピンとくっつけます。はい、こんな風にくっつけます。これ何かというと傘立てなんですよね。こういう風に傘を立てることができます。こんな風にスーッといて使うことができます。よくしょと寒いんで閉めます。はい、こんな感じでですね、傘立て、妻と私の分と両サイドですね、2つここに置いてます。で、これのメリットなんですけども、雨が降った時だけこれを設置することができるんで、晴れてる時はこういうふうに取ってしまえば邪魔にならないんですよね。よっ、ちょっと、はい、こんな感じで使います。これなんですけども、ダイソーさんで買ってきました。これですね、上の方です。はい、でこれの良いところはここがですね、バスタブ形式っていうんですか、ちょっとこんな風にこう器的な感じになってるんで、水がたまるんですよね、ここにね。なんで床が汚れない。はい、でパチーンとこうついて、これもパチーンとつくんで、はい、すごくいいですね。はい、でこのプレートはヤフーじゃない、アマゾンですね。アマゾンで両面テープがも、接着剤じゃなくてテープがついてるものを購入して貼り付けてあります。はい。こっちもです。そうですね。はい。これものすごく便利ですね。はい。買ってよかったです。はい。以上、終わり。